皆さん、こんにちは。キタロクチャンネルです。本日は水道橋に来ておりまして、こんな感じですね。水道橋の周り、高校がいくつかあるんですよ。なので、それを、まあ、ぐるっと一周してご紹介したいと思いまして、動画を回させていただきました。よろしくお付き合いください。はい、あちらに見えているのが水道橋駅ですね。線路のですね、こっち側なんですか、東京ドームとかの方ですけど、こっちは別の動画で以前、ご紹介してましたので、今回こちらには行きません。高架を下を通りまして、反対側の方で、まあ、約500メートルぐらいに半周していきたいと思います。まずあるのが東洋高校、元学校ですけども、もう本当に見えてるんでね、あれなんですけど、駅前高校ということで、このかっこいいビルがこちらですね。そして高校の脇を実は入れるんですよね。これ勝手に入ってるっていうわけではなくてですね、見ると、一般の方歩いてるの見えてると思いますし、奥の方広場があって、休んでる方がいらっしゃると思うんですけれども、ここが開放地みたいになってまして、まあ、地域の方と、まあ、生徒の方の、まあ、交流の場というか、そういった場所になってますね。公開空き地として、利用できるようになっている。ちょっと珍しいかもしれないですね。外観こんな感じですね。結構高いビルですよね。敷地としてはそんなに広くないので、やっぱ高さを出すしかないかなって気がするんですが、まあ、それは置いといて、次の高校、の方へ行きたいと思います。裏道、今回結構回ってくるんですけど、こんな細い道を、順次進んでいきます。東洋高校から本当に数百メートルですけどね、こちらに見えているのが神田女学園ですね。なんかすごく流線形のかっこいい、ビルになってるんですけど、向かいにはそのカトリック神田教会、またこれも年季の入った感じがあるんですけどもね、実は神田女学園の方も、すごい歴史がありまして、1890年の創立ということですので、全然カトリック教会と全く劣らずの歴史の古さということで、この辺すごいですよね。神田女学園の裏側ですね、グラウンドがあるようです。中は見えないようになっています。やっぱりちょっとね、狭さがあるんで、やっぱビルみたいになってますよね。高さを出して、校舎有効に使ってますね。そこで、ここら辺、猿楽町になるんですけれども、さらにその奥の方を、進んでいきたいと思います。結構、神田界隈、こういう細道は本当多くてですね、まあ、よく迷いますけどもね、車で行ったらこれ結構大変かもしれないですね。本当、かき分けるように、入っていきますと、最初見つけられなかったんですけども、ここにあるのが N 高等学校ですね。S 高等学校っていうのもみたいなんですけど、ちょっと目的で違うんでしょうね。外観こんな感じですね。まあ、通信の学校なので、まあ、普段たくさん施設がいるわけないので、それほどスペース取らなくてもこういう形で、十分だと思います。ビルはかなり新しいですね。そして半周回る感じなんで、南へ行ってどんどん西へ進んだ形になりますね。N 高等学校から進んでいきます。黄色い看板があるのが分かるかと思うんですけど、ここに日本ウェルネス高等学校の神保町キャンパスがあります。調べるとなんかスポーツとか本当いろんな専攻のある通信制高校みたいですね。手に職がつくっていうそういう感じなんでしょうかね。そのままぐるっと回ってきますと、表の、この白山通りに出るんですけど、こんな感じで、黄色い看板があるんですけどね、まあ、スポーツ大学みたいなのに書いてあるので、まあ、スポーツがメインなのかなって感じもありますね。ついでじゃないんですけど、その、ウェルネス学校のすぐ脇の道、この道ぜひ入ってみてください。この奥の方に、あるプレースがとてもおすすめなんですけれども、こちら満点という、まあ、割と人気のカレー店で知る人ぞ知るお店なんですが、値段も安くてですね、600円、700円台で、
ボリュームもあります。暫定なんかも人気がありまして、こんな感じでいつも並んでますね。すいません、ちょっと話題がそれまして、先ほどのウェルネス僕を白山通りを渡ってさらに西へ行きたいと思います。今回水道橋の東口から西口の方へ向かう感じで、振り子のように180度ぐるっと時計回りに回るような感じで行きたいと思います。また裏道のカオスへご案内させていただきます。進んでいきます。ここに大きな昭和ビルと言われまして、ビルの一端の方にはなんか大理石かなんかの、ボールみたいなのがいっぱい並んでいる、ちょっと特徴的なところがあるんですけども、その隣に、ここが一つあります。ちょっと知らなかったんですけどね、工事中のようでした。外観なんかちょっとあれですかね、リフォームしてる感じなんですかね。はい、ちょっと見えにくくて本当にちょっともったいなかったんですけど、レンガ調でいい感じだったんですけれども、はい、こちらが、大原学園の美空高等学校ですね。あら、専門学校の大原と一緒だと思うんですけど、専門学校もいっぱい周りにありますけど、ここに一つ高校がありまして、通信だと思うんですけども、通う生徒さんもよく見かけられますね。そしてまた話題逸れてしまいますけど、もう一つお気に入りでぜひ紹介したいんですけど、こちらです。サンボという牛丼屋さんがあるんですけども、ここが本当に美味しいですね。牛皿なんかも美味しいんですけども、こちらもちょっと安かったんですけどね。メインは秋葉原に本店があって、最近ここに進出してきました。ぜひお立ち寄りいただければと思います。そんな三部を抜けていきますと、明大とか日大とか、ここら辺もともと大学多いのはご存知だと思うんですけども、大学エリアに行ってきます。大学エリア突っ切りまして、日本大学の法学部のすぐそばにもう一つ高校があるので、ご紹介します。高校というんですかね、今までの通信高校とか神田川女学園みたいな全日制の高校がちょっと違うんですが、フリースクールの高卒支援会がここに5階にありますね。看板みたいなのちょっと分かりませんでした。引きこもりとかね、不登校のことが支援している高校になります。そんな感じで最後の高校へ向かっていきます。フリースクールがあるこのビルの脇を抜けていきますと、また大学生エリアになるんですけど、今ちょうど時間帯でですね、校舎から校舎へ移動する大学生が本当に大量にいましてですね、かき分けるように進んでいきます。少し行きますと水道橋西通りっていうのがあるんですけども、そこを渡っていきますと、間もなく目の前に出てきます。ちなみにどんどん場所は進んできまして、神田三崎町の方に出てきてますね。通りを渡りまして、すぐ左の小道を進んでいきたいと思います。もうすぐもう見えてるビルですね、このぶら下がりのところなんですけれども、ちょっと特徴的な感じですけれどもね、高校名ちっちゃく見えてますけど、こちらが IT 学園高等学校の水道橋キャンパスになります。中もちょっと見えるようになってましたけどね、こんな感じで、ビルになってますね。幾分館の学園で、幾分館ドリームということで ID という名前になっているそうですね。面白いですね。それにしてもなんか近代ビルの感じがあって結構いいですよね。あちこちに入り口があって、これどういう風に振り分けされてるんですかね。ちょっと面白い感じもありましたけど、そんな感じで主なところを紹介させていただきました。ID 学園から、水道橋の、西口まではだいたい200メートルぐらいですね。今のこの通りに出まして左に曲がっていきますと、すぐです。先ほど説明していただく500メートル近辺のところで駅まで使うと通信高校多いなという感じでしたね。まさにやっぱり大学生もいますし、
本当に学園学生の街なんだなってのは改めて、実感しました。ご視聴いただきましてありがとうございました。他にもいろいろと報道を紹介してますのでぜひご覧ください。それではまたご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。